こんばんは、かっけんです。本日はマイクラブの方をやっていきたいと思います。今回はランキング1ページ目に載っている方とマッチングすることができたので、その上手い人のプレーを見て、ちょっと参考にできたらいいのかなというふうに思い、この試合を見ていきたいと思います。そして自分の守備とか、攻撃についても改めて何かあったら見直して改善できたらいいのかなというふうに思うので、早速見ていきたいと思います。多分レートを見たら誰かっていうのは多分もしかしたら分かると思うんですけど、本当にうまかったただただうまかったですね。メンバーが、今週がライブアップデート C なので、よく使ってるアイコニックと、選手も高腕球技力高いのを入れてっていう感じですかね。後ろはちょっと悪いけど、それ前はやっぱアイコニックとか多いんで、ロナウドだったりベッカムだったりっていうのが、調子、普通以上は保たれるのでっていう感じですかね。では早速キックオフのところまで飛ばしたいと思います。いやもうね、やったけど普通にうまかった。なんかこういううまい人たちやるとき、なんか別のゲームやってるんじゃないかっていう風な、ちょっとめちゃめちゃテンポいいし、ドリブルもなんかもう 1.5 倍速みたいになってるし、どうやってやってるのかちょっと気になるんですよね。こうやって見てるだけでもうまってなるんですけど、いやだからこう途中からずっと守備の時間が続いてたんで、ちょっと苦しかったですね、このゲームは。あと自分が 4-3-1-2 の時ガスペリーニ、3-5-2 の相性が悪いんで、そこをどう打開するのかっていうのもちょっと、これを見て何か思いついたら試してみたいなっていうふうに思います。もうね、なんだフィネスとか使ってるのかな、普通にうまかった。こういうところとかも選手の扱い方がめちゃめちゃ丁寧だなっていうふうに思います。あぶね、苦し紛れに逃げてるもんこれ。こうやって取られてからのカウンターがマジで怖かった。そうここも、いやー通っちゃった。電子インが、こういうなんか苦し紛れのパスを取られてしまったっていう感じですかね。でもここどこ出せばいいんだろう。もうちょいボール持って様子見てもよかったかもしれないね。ワンテンポ置いてカズミロだったり、縦、ここの選手かここの選手でよかった気がするな。で多分この選手に出してると思うんですけど、ここは確かに難しいなって今改めて見ると思いますね。ここは、横パスつけられて、一応アラバでここまで来てるから、ここの選手は見ようと思ってるんですけど、ここだったね。で、そこで、ここを入られちゃってるんで、キャンベルに変えてるけど、間に合わなかったですね。でも、マニキーで一応、ここに来るのは予測立てたんで、動いてるんですけど、止めらんなかったね、これ。やっぱ、ビルドアップミスるとこういう相手の速いカウンターで失点しちゃうのがまだマイクラブではやっぱあるんで、あと今既存の方と併用してやってるんで、マジでゲームスピード慣れないっすねこれ。いや出た、これめっちゃ覚えてるわこれ。相手のボールをカットして、でもここでベッカムが走ってるんで、バッツパスだとワンチャン取られるかなと思って、ちょん丸で押したって感じかな。で、この時に、どこだっけ、ここか。これは、ちょっと中向く。今、こう来てるんですけど、ベッカムの方向が。スティックをこっちの方向を倒しながら、右スティックを押すと、リフトトラップって言ってボールを浮かしてくれるんですよね。で、それがたまに抜けることがあるんで、これは一応意図的なものをちょっと、意図的にやったっていうのを皆さんにちょっと言っておかないと、たまたまって言われちゃうと悲しいんで。ここ浮かして、ここはやることなかったんで、中向いてダブルタッチからの、
まあ、今かっていう。正直入るとは思ってなかった。多分これやられた、まあ、お相手の方もえって言ってるとは思う。なんでこれはちょっとかわしたのは意図的だけど、たまたま入っちゃったね。いや、こういう細かい動きがめっちゃうまいな。あ、おお、ナイスキー。まあでも一応スコア的、スコアだけ見たら1対1でやれてるってなるんだろうな、これ。スコアだけ見るとめっちゃ今もうボール持たれてドリブルもされて、もう防戦一方だけど、頑張ってはいる。やばい。いや、キャンベルいいね。キャンベルボールコントロールとか低すぎるけど、まあ、やっぱ止めるという、まあ、ディフェンダーとしては大事なところがしっかり強いんで、あとスピードもあるし、アップデートも B 固定なんで、マジでそこはいいっすね、キャンベル。単発だけどマジで引いてよかった。うわー、ここやることなかったな。まあ、一応1-1で終わらせたいって感じかな、ここら辺の時間帯は。いや、いい、一応いいところは回せてんだよな。まあここはやらかしたけど、やばい。おお、まあそうですね、まあスコアだけ見るとシュート1本しか打ってないけど頑張ってます。まあでもやっぱ単純にガスペリーニが352の中盤が多いし、その多分 DMF2 枚いるからきついんですよね。まあ、こんな感じでやっぱ枚数相手のが多いんで、ここをどう崩すのかやっぱアイディアがないんで、まだそこら辺が難しい。お、いやー、もったいない。出た、これ通るんだよね。あそこにカーソル当ててスルーパス出すと、ロングスローのスルーパスもよくわかんないけどな。ロングスローじゃないか。よしよしよし、ここも分かってはいるけど止めらんないんだよな。あそこも読んでて横パスカットしに行こうと思ったけど遅れたし。お、チャンス、チャンスじゃないこれ。あー、これ出せたな。いや、これ覚えてるんだよな。これなんか出せないと思って、まあこれもまあこの後に多分マヤゲカさんのシュートに関する動画が出されると思うんですけど、まあ、その時に、まあ、ムバッペで、まあ、このシーンで言うとムバッペにファーを蹴ってセカンドロナウドかな、ロナウドにセカンドを蹴らせるっていうのを、まあ、ちょっと動画でマヤゲカさんに教えてもらったんですけど、まあ、それを意識してちょっとファーを、ね、めがけたんですけど、ここでワンチャンスルーパスいけたな。なんかやってる時はプジョルがいい位置にいて出せないと思っちゃったんですよね。でも実際出せたな、これ出せたし、多分ファーにも外行きすぎて多分ファーに打てなかったんだよな、これ。うん、だよね。いやー、出せたな、もったいない。とりあえず蹴ってセカンド狙おうっていう意識変えたのはいいけど、外行きすぎてそこもできてなかったし、まだまだだな、そこら辺が。ほんとシュート最近1対1も外してたし、下手くそだな、シュートが。やばい、うわー、これにやぶち抜かれたな。ここで横パス通されて、いやー、ここ出ちゃったな。自分のベッカムで相手のベッカムの見てたんですけど、まあちょっと前に行きすぎて裏に、ね、疲れてしまいましたね。ここでマップを見てもらうと分かるんですけど、一番下の方、まあサイドハーフかな、相手だと352の。で、まあ自分がセントラルのベッカムを使って、ここでマップを見てもらうと、カーソルでちゃんと動かしてるのが分かると思うんです。まあ、そこでちょっと相手にちょっと近くに寄ろうとしたんですけど、まあちょっとうまくいかなかったですね、マークが。まあここで、まあ、ベッカムに自分が変わってて、まあそこの裏を突かれてるのが分かると思うんです。ここはちょっとまずかったですね、まず。で、ここのワンタッチ普通にうまかったな。ここもだってもうキャンベル遅れてるもんね。で、多分四角プレスをしてるからかな。アラバが多分寄せに行っちゃってるんで、ここも四角プレスを押さない方が良かったかもしれないです。まあ、全て
たらればだからちょっと、まあでもあのベッカムのカーソルは自分完全に自分のミスなんで、あれをなくせば失点は減るかもしれないですね。うわーめっちゃいいとこ見てんな。おーおーおー、ナイスクリア。怖っ。下空いてる。あ、ここも出すとこなかったんだよな。いやーマジかー。おーナイスバラン。うん、ここら辺もずっと守備してんな。出しどころがなくて困ってる感じがしますね、ここら辺は。おー、いいいい抜け方。いやーバランじゃないや、ファンダイク強。いやーここうまいなー。ちょっと緩めてからのダッシュ、緩急がすごい。あーもったいない。ここら辺雑になってますね、自分のビルドアップが。まあ多分相手のその守備の仕方がうまいっていうのもあるけど、まあそこで出しどころがなくなってしまって、なんか見えたところにとりあえず出すみたいな感じになっちゃってんな。丁寧に丁寧に。あーカゼミーロー、やばいこれは下の選手に出してファーに打ってくるかと思ってそこに構えてたら、まさかのかわしてファー打ってきたからびっくりした。いやいい、おいい。いやーもうちょいのところでいけないんだよな。まあでもそういうのはちゃんと意図して狙っ 守れてるんだろうな、相手にとって。このシーンとか、うわ、あ出たこれ、アップな。まあこれもまあ相手の調子とかは見れてないけど、まあ、もしかしたら、うわ入ってもおかしくないシーンだったもんな、あれ。いやリシャバテてんな。おチャンス、あおお、あれ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 、うわ、あはこれ多分終わらせようとしたな。ラストワンプレイ、とりあえずでかい選手を投入したって感じですかね、これ。確かそうだった気がする。いやープジョルに負けるんか。いやー普通にうまかった。普通に崩された、知ってんだもんな、2点とも。はい、レートの方がこんな感じになります。まあこの試合の前にも結構そのエリート隊と3連続当たってからの、まあこのチャンピオン隊、まあしかもトップランカーの方と当たったので、まあ、結構マッチングきついなと思いながらやってたんですけど、まあ、そのやっぱエリート1の人たちよりも全然なんていうのは選手の扱い方が違うなっていう風に感じました。まあ、あと今作に関してなんですけど、ここまで上手い人と当たるっていうのも本当にそこまでなかったので、いやーもうちょっと勉強になりましたね、この試合は。本当になんていうの、ドリブルの仕方とか、まあそこのワンタッチの崩しっていうのも、あの2点目のシーンとか、あそこもワンタッチ自分多分入れない、自分は入れられると思ってなかったので、まあそういうところも勉強して、まあさらに自分のプレイの質を高めていけたらいいのかなというふうに思います。という感じですかね。まあエリート1ですかね、まずマイクラブに関してはマイクラブエリート1を目指して頑張っていきたいと思います。この動画を見て気に入ってくださった方いましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメント等ありましたらぜひよろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。